はい、キャンプやってますか？ユージャック代表の佐藤です。本日私は千葉県睦沢町にございますユージャックさぬきファクトリーの方に来ております。はい、そんなわけで本日はこちらでございます。はい、今ちょっと奥でね作業を行っていただいているんですけれども、今日は機械搬入第2弾ということで、前回の動画はまだ見ていない方は、はい、こちらの動画ね先にご覧いただきたいなというふうに思うんですけれども、以前ね、はい、奥に見えてるマシニングセンターだったり、はい、あっちにあるワイヤー放電加工機ですね、あとは岡本の検索板とかコンプレッサーとか、まあ入れたわけなんですけれども、今日は細かい、機械設備の導入を行っていきたいと思います。はい、あっちにまだ2台ほどねトラックが待機しているんですけれども、まずはもう早速第1弾目ということで、あちらの機械入ってきてますね。はい、早速ね今もう作業が始まっておりますので、今日も、まあ、どんな機械入ってきたのかとかっていうのをね、動画の後半でご紹介していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。スタート。はい、そんなわけで今早速第1便入れているところなんですけれども、今入れているのが汎用フライスって言ってフライス版ですね。基本的にできることは今隣にあるこのマシニングセンターっていう機械と、まあ、大体一緒なんですが、汎用っていうのが手作業で人間がですねこうハンドルを回してですね機械を動かすというものを汎用機なんていう風に言ったりするんですけれども、その機械が今入ってきてます。こっちのマシニングセンターというのが NC って言って、自動で機械が物を加工してくれるものになるんですけれども、まあ、自動の場合だといろいろプログラミングをしたりとかですね、そういった前工程があるので、まあ、作業するのに、まあ、いちいちプログラムを組んだりしないと工作が難しくなりますので、まあ、そういった、まあ、ちょっとした加工をですね、まあ、簡単に手作業でやりたいという時にはやっぱり汎用機がどうしてもね、あった方が小回りが効くということもありまして、今日は汎用の機械をもろもろ入れているという感じですね。で、今日入れていくマシンに関しては、今回ね事業継承を行いました、まあ、地元のプレス屋さん、もともと金型屋さんをやっていたところがございまして、そちらで実際に現役で稼働していた機械をですね対応していただいたという形になります。はい、ちょうど今クレーンで釣ってるんで様子をね少しお届けしていきます。まあ、細かい話はとりあえず置いといて、作業の様子ですねまたタイムラプスで流していきたいと思います。はい、そのわけで今作業の方が全て終わったんですけど、ちょっとごめんなさい、私ね5時から今から打ち合わせ行かなきゃいけないので、内容紹介するのはまた後日になります。というわけでまた後日にスキップします。はい、そんなわけで明るい日でございます。無事に搬入の方が終わりましたので、機械の方をですね順次ご紹介していきたいと思います。はい、そんなわけで第2便到着後こんな感じになりました。搬入した順番でご紹介していきたいと思うんですけれども、だいぶ機械が震えた感じがしますね。なんかこれだったら作業ができそうな気がしてきました。まず一つ目の機械、こちらが先ほどお話ししていたですね、汎用のフライス版というものになっております。あっちがマシニングセンターといいまして、あのマシニングセンターと基本的にできることは一緒というよりは、こちらの汎用のフライス版では、はい、このバイスでワークを挟んでですね、手でこちらのハンドルをこうギコギコ回すことによってですね、よいしょ、こう台が
まあ、前後左右に動くといったそういったものになってます。まあ、これで金属の表面を削ったりですね、まあ、穴を開けたりですね、いろいろなことが手動で行うことができるという、そういった機械になってますね。そして次お隣なんですが、これは細穴加工機ですね。はい、細穴と言いまして、基本的には金型金属のブロックですね。はい、今ここの中にこういった四角いブロックのようなものあるんですが、こういった、まあ、これが仮に金型だとしたら、こういった金属のブロックに対してまあ、穴を開ける機械になってます。はい、こちらにですね、以前導入したワイヤー放電加工機という設備があるんですけれども、まあ、これを使って、まあ、これとマシニング、そして平面検索板の主に3台を使ってですね、金型を作るわけなんですけれども、まあ、それで作った金型に対して最終的に焼き入れとかっていうのを行うんですね。で、まあ、今回うちの設備の中では焼き入れを行うための設備の導入というのを行っていないんですけれども、まあ、このあたりはね、多分外注さんに発注して依頼をすることになると思います。まあ、将来的にはまたね、金型の最終加工を行うことができるような設備も入れていったりすると思うんですけれども、まあ、まずは簡易的な金型を作ろうというところが当初の目標になってくるんですけれども、まあ、そういったね、金型の最終工程、焼き入れとかそういったものを行った後の金型って、普通の工具ではもう穴を開けたりとかそういうことがどうやらできなくなっちゃうらしいんですよ。まあ、それでも金型のこの修正とか、実際金型をセットして使おうと思った時にやっぱり穴開けなきゃいけなくなっちゃうとかっていうことが、まあ、多々発生するということだったので、そこで活躍するのがこちらのマシンでございます。はい、これが細穴加工機で、その焼き入れが入った金型とかに対しても、まあ、自由にですね、穴開けを行ったりとかして対応を行うことができるというね、そういったマシンになっております。続きまして後ろですね。はい、こちらに関しては直立ボール板と、まあ、卓上ボール板という2つのボール板でございます。こっち直立ボール板に関しては、まあ、手動で動くものになってるんですが、まあ、タップを立てたりですね、まあ、ネジ山を立てたりですね、一般的に穴を開けたりですね、まあ、かなり大口径の穴まで開けることができるものになっております。ただ先ほどお話ししたような、まあ、金型に焼きが入ったものとかですね、そういったものは基本的にはこういったものでは穴を開けたりとかすることができないので、先ほど紹介した細穴の機械で穴を開けるという形になりますね。で、お隣小さい方のこちらボール板なんですけれども、機械の大きいとですね、それだけ取り回しも厄介になってきますので、まあ、ちょっとした穴を開けたりとかそういった作業であれば、まあ、こちらのね、小さいミニボール板、卓上ボール板を使った作業を行っていくという流れになります。で、細穴の隣にあるこちらなんですが、こちら機械式のベンダーですね。結構古いものになっております。一般的な金属の曲げ加工といったものをね、行っていく機械になっております。主に金属の平板をですね、差し込んで後ろに金型を当ててですね、ステップを踏むとこれがグーッと上がってガコッと金属を曲げてくれるというね、そういったものになってます。これはまあ主に試作品ですね、製作するのにまあ使用するということになっております。とはいえ長い間も使われてなかったので、これ壊れてるんですよね。なのでまずこれを業者さんに頼んで、修理をするという工程がとりあえずファーストステップになってくると思います。まあ、実際のところうちの会社でベンダーとかこれらの機械っていうのをどれだけの頻度で使うのかとかっていうのも全くわからない状況の中、見込みが立っていない中で取り揃えてますので、ひとまずはまあ中古品関係でですね、実際に作業を優先して稼働を行ってみて、それでまあ今後必要な設備とかっていうのを最終的にまた導入していくというね、流れになると思います。で、今回主要な仕事をしてくれるプレスキーの方もご紹介していきます。はい、こちらに今3台並んでいるんですけれども、これ先日届いた蹴飛ばしっていう人力で行うプレスキーですね。今回持ってきたプレスキーというのがこちらの2台でございます。いずれも小松製のプレス機になるんですが、まあ、45トンと25トンという形ですね。プレス機のサイズとしては両方とも小型のプレス機という部類になってくると思います。まあ、こちらが実際に完成した金型をですね、まあ、上下にセットして、で電源を入れていくとこちらがグインとこう動いてですね、材料をバコンバコン抜いてくれるというものになってきます。で、こっちはさらにもうちょっと一回り二回りぐらい小さいですかね、25トン、まあ、小さいこうコネクターとかカプラーとかですね、まあ、ちょっとした曲げとかですね、そういったものをスピーディーにこなすにはまあ小型のプレス機をということで入れております。で、実際こちら今45トンと25トンなんですけれども、能力値としてはやはりかなり小さいですね。実は弊社の国産で作っているホットサンドメーカー、ステンレス製の板厚 3.5 とか4ミリぐらいの厚みになってるんですけれども、
あれを実際絞ったり抜いたりっていう工程になると45トンでは実際全然能力が足りなくてですね、150トンっていう比較的能力値の高いプレス機がね必要になってきます。でそれについてはちょっと今回予算の捻出の都合上ですね入れておりませんで、まあ入ってきたらこの辺りにですね入る予定になっております。そんな話をしてたらちょうど今事務所のプレハブが届いたんで、次の動画で事務所のプレハブの様子ね、ご紹介します。はい、そんなわけで今続々と事務所のプレハブが届いてます。はい、そして今回搬入のラストがこちらの常盤っていうねテーブル机でございます。はい、普通の机ではございませんでして、こう天面がしっかりとちゃんと平行取れてる金属の台になってますね。これ普通に多分新品で買うとむちゃくちゃ高いんですけど、中古なんでお手頃価格で手に入りました。この下のスタンドに上の常盤っていうテーブルが乗っかってるっていう代物ですね。はい、サイズがだいたい180くらいあるのかな、1800の800くらいありそうですね。はい、十分と広々としたサイズ感になっております。まあ、後からもしかするとこれフォークかなんか使って動かすかもしれないんですけど、この今上に乗っかっているこれが、金型っていうやつですね。先ほどから私がお話ししているものになってます。これ全部がプレス用の金型になってて、こっちが上型でこっちが下型っていう二分割構造に実は乗ってるんですね。でここにある金型、実はホットサンドメーカー用の金型になってるんですが、実際は全部で12型ありまして、ここにある金型はあのプレス機に取り付けて使用を行う金型っていう感じになってますね。この金型結構小さいんですけど、はい、重量はねかなり重いです。それが上型ですね。でこっちが下型で、中にこうねいろいろと刃が切ってあったりします。で通常金型は金型用の棚を、まあ、どこかに作る予定になってまして、まあ、このマシニングの横か、まあ、もしくはどっか動き取れる場所ですね、真ん中この辺に来るのか。でこちらの倉庫今天井クレーンがなくてですね、またそのうち天井クレーンをつけたりすることがあるのかもしれませんが、それまではこうハンドリフターっていってハンドのリフトで、まあ、金型の移動もそんなに頻繁に、まず当初はね、いきなし全力稼働するわけでもないので、ひとまずは全て手作業で対応をする予定になってます。あと最後あれか。はい。あれ、これ何なのかっていうと、これこのベンダーで使うための金型が入ってますね。はい。これも金型使うので、はい。こういう、もうサビサビですね。はい。曲げ型ですね。はい。こういうのを使って、後ろに金型を当てて、金属を曲げるという代物ですね。はい。という感じで、まあ、一通りの設備ですね、一式がこれで出揃ったという感じになってくると思います。まあ、細かなものに関しては、まだちょこちょこ入ってきたりするとは思うんですが、まあ、一通りの機械というものに関しては、これで、今回手配した機械に関しては、これが全てといった感じですね。はい、あと旋盤が多分一つ入ってくるぐらいだと思います。まあ、製造業本職の方から見るとまだまだ設備も足りないよねっていうご指摘をいただきそうな気もしますけれども、まあ、我々ですね、製造業も初めてということもありますし、いきなり最初からですね、まあ、設備に対する大型の投資を行ってもそれを使いこなすまでにですね、ものすごく時間がかかってしまうと思います。もうマシニング一つ取ってもですね、ちゃんと覚えて使えるようになるまでに1年、最低でも半年から1年ぐらいはかかってくると思ってますし、まあ、いきなり最初から5000個1万個っていうような大量生産をしようというわけでもございませんで、どちらかというと、試作品作りですね、サンプル作りというところが主で、ロット生産を行ったとしても100個とか200個とかですね、小ロット高付加価値な、製造というような形になってくると思います。今後ですね、実際に製造業の方がうまくいって、自分たちの手で作ったものがですね、このキャンプ用品業界でちゃんと評価されて、で量産の体制が必要となった際には、まあ、次のステップとしてですね、その時に、まあ、身の丈に合ったいい機械をですね、導入していこうかなというふうに考えております。まあ、最初からですね、いい機械を使ってやっぱりいい商品を作っていく、まあ、いい機械があったからといっていい商品が作れるというわけでもないとは思うんですけれども、まあ、そのためにやっぱり技術も磨いていかなきゃいけないと思いますし、まずは私自身がこの製造業に対する知見というところを知る必要があるの
かなというふうにも考えておりますので、まあ、ここはですね日進月歩焦らずにじっくりと地盤固めをやりながら進めていきたいなというふうに思います。今後もしかすると製造業が癒着のまたメイン事業に変わってくるとかっていう話にもなるのかもしれませんが、今現時点ではまだまだやっぱり中国でのものづくりとかっていうところが強いわけですし、うまく軌道に乗っていくためにはそれなりのやっぱり時間もかかってくるものだと現時点では考えておりますので、まあ、本当にですね、まあ、焦らず、やっていきたいなというふうに思います。というわけでちょうど今ね奥の方で事務所というかプレハブの設置作業が始まっておりますので、まあ、次回の動画では事務所を設置できましたっていうね、動画出していくことができると思いますので、ぜひそちらの方もご確認をお願いいたします。そんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その場で通知設定もオンにしておいてください。あとはさましこちらですね、ほい、ツイッター、インスタグラム、ユーシャクの公式 LINE やっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。はい、まだまだスカスカ感ありますけれども、今週ね実は引っ越し予定してるんですよね、こっちの倉庫の引っ越し、はい、今倉庫の方も少しずつ荷物入ってきてると思うんですが、これ直近で入ってきたコンテナの貨物がここに入っているだけで、実は倉庫のお引っ越し用の貨物ってまた何も入ってないんですよ。ってなるとおそらくもう全部埋まると思います、いきなり。はい、下手するとこっちのスペースまで食い込む可能性が少しあるんですけど、今ね貨物結構あるんで、近々ねガレージセール、まあガレージセールって言っていいのか分かんないですけど、在庫処分セール、まあクリアランスセールというか夏の福袋といいますか、ちょっとそういったセールを8月中には実施したいなっていうふうに考えております。それも楽しみにしておいてください。